司令本部は我々のサルベージ作戦案を正式に承認した。ではブラウン博士、説明をお願いします。はい。本作戦の目的は、先日の海戦にて沈降した敵超兵器の発見引き上げにあります。特にその元機超兵器機関に関しては、是が非でも発見したいと考えております。でもどうやって見つけるんですか？いくら超兵器が巨大でも海中を当てもなく探すには時間が足りません。沈降海域はある程度特定されています。さらに超兵器出現時に観測されていたノイズ現象は、微弱ながらもまだ同海域内で観測されています。つまり超兵器機関がまだ生きており、ノイズを発し続けていると。その通りです。超兵器出現時に発生するノイズ現象は、この超兵器機関に由来すると考えられます。このノイズ反応をたどっていけば、問題の機関を発見することができると思われます。事前の海上調査でそれらしいポイントを3箇所まで絞り込んであります。どこかまでは実際に水中調査してみないと分かりませんが。分かりました。これより我々は潜水艦にて出動し、機関の沈没場所を特定する。その後はイギリス海軍の作業艇が引き上げてくれる手はずとなっている。潜水艦で捜索ですか？軍の任務ではないとまでは言いませんが、あまり気が乗りませんね。まあそういうな。これも立派な反帝国船の一環だ。なおスカパフロー艦隊は現在再編中のため、護衛は期待できない。海敵の可能性も想定しておくように。直ちに調査を開始する。総員出航準備。
Thank you.
総員警戒態勢。副目標追加。敵艦撃沈、全速前進。敵艦撃沈、敵艦撃沈、敵艦撃沈、敵艦撃沈。敵ソナー検知、警戒せよ。敵艦撃沈、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 目標達成。
増援出現。主目標変更。
基礎マー検知、警戒せよ。敵艦撃沈、魚雷接近、弾薬欠乏。魚雷接近、魚雷接近。敵ソナー検知、警戒せよ。停止、機関更新、機関停止、全速前進。
戦成功。当海域を脱出しましょう。機関沈没水域の制圧完了しました。よし、直ちに司令部に報告。サルベージ作業の開始を要請する。了解しました。博士、調査の進行具合はいかがですか？なかなか興味深いことが分かってきました。興味深いこと？ええ、まず例の超兵器機関ですが、どうも引き上げられたものは機関の一部分のようです。一部分？しかしまだ駆動しているという話では。その通りです。つまり破損し分解した後も駆動し続けているというわけです。それは一体どういう理屈ですか？私にも分かりません。はっきりしていることは、このような技術は今まで存在しなかったということだけです。それともう一つ、機関以外の部分、動力伝達系や駆動系などは規模こそ違え、ある程度既存の理論技術に沿って構成されているのです。ということは、敵側にとっても機関はブラックボックスなのではないでしょうか？一体奴らは何を作ったのだ？作ったのではないのかもしれませんね。何か言いましたか、博士？いえ、私は引き続き調査を進めます。何か分かりましたらご報告します。よろしくお願いします。